こんにちは、ネギオです。本日も仕込みをしていきたいと思います。今日はこちらね、マダイからね、さばいていきたいと思います。よし、今日はどこだっけな千葉の天然マダイでしたかね。とよいしょと、なかなか適度に水が抜けて身が締まってる感じのいい感じのね、身質になってますね。よし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 。ありがとうございます。おはようございます。いらしていただきありがとうございます。こちらね、マダイからさばいてまいりますね。よいしょ。お、ありがとうございます。お邪魔します。ありがとうございます。いらしていただきありがとうございます。よいしょ。お、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。いらしていただきありがとうございます。よいしょ。お、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。いらしていただきありがとうございます。お、皆様、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。いらしていただきありがとうございます。よいしょ。お、昨日は忙しかったですか。昨日は、あれですね、1名様ですかね。一人だけいらっしゃっていただけました。昨日はちょっとね、携帯のなんか乗り換えだとかなんだとかつってやってたらすごいゴタゴタしちゃってよいしょ。結局 iPhone のね、乗り換えがちょっと済んでないんですけどねなかなか難しいなと思っております。おはようございます。邪魔すんで。ありがとうございます。いらしていただきありがとうございます。よいしょ。よしよしよし。お、あれです。いい感じ熟成してますね。はい、ありがとうございます。そうですね。ほんと適度にね、水分抜けて、よいしょ。淡路らしくね、淡路か。そうですね。これ淡路の天然マダイでした。淡路らしくね、身が締まってるマダイって感じにね、よいしょ、なっておりますね。よいしょ。お、あれです。新型 iPhone。あ、新型じゃないんですけどね。新型はめちゃめちゃ高いんで旧型なんですかね。13でしたかね。はい。13の在庫あるよって言われて、本当は SE が良かったんですけど、まあ13でもいいかっつって13にしてきました。よいしょ。よしよし。まあしたのはいいんですけど、なんかそのまま乗り換えますみたいなやつがなんかうまくいかなくてあれあれってやってる間にね、結構時間が経ってしまって、よいしょなんかてんてこまいみたいな感じになっておりましたよいしょよいしょ。うん、かなり透明感があるマダイですね。よいしょ。お、あらです。16出るのにそうなんですよ。16出るんで、なんか古いやつが安くなったよって言われて、あ、じゃあ安いやつでいいっすっつってはい。いや、新型はめちゃめちゃ高くないですかねちょっと高すぎるでしょって思って、はい、自分はちょっとね、手が出なかったんですけどね。はい、よいしょと、お、あれです。ライブのカメラスマホ撮ってるんですか。あ、そうですね。スマホで撮っております。はい。まあ、あれですかね。iPhone 1台でやってるみたいな、そんな感じですね。あのライトはあのダイソーさんのやつ使ってますけどね。よいしょ。よいしょ。あ、1日経って身が締まっちゃって。よいしょ。全然骨が抜けないですね。よいしょ。お、あれです。携帯変えると面倒だから、いろいろ面倒だから変えたくない人、いや本当そうなんですよね本当それなんですけど、なんかプラン的に今変えちゃった方がいいよみたいなプランだったみたいで、あ、そうだったんだっつって急いでやってきたとこなんですけどね。はい、よいしょ、よいしょと、
お、あれです、お寿司屋さん儲かってるイメージだけどまあ儲かってるとか儲かってるでしょうけどね、はいうちはそんなでもないですかね、はい頑張ってはいるんですけどね。やっぱりね、魚好きでこだわってやってるんで、なかなかね、こう原価的なところもめっちゃ下げたりできないんですよね。あんまそこがね、こだわりなければね、あ、もうこっちの安いアジでいいやとか、安いマダイでいいやとか言ってこうできるんですけど、うちの場合はやっぱこっちのがこれ美味しいねって言って買ってくるんで、なかなかね、その原価率とかをガンガン下げられないみたいなところがあるんですよね。居酒屋さんとかなんかやばいっすからね、原価率下手したらチェーン店だと 10% とかやってたりしますからね。食材費がお値段の 10分の1しかかかってないとかってのがまあ普通にあったりするんでいやー、いいなーって思いますけどね。よいしょ、マダイでした。よいしょ、今ね、マダイを炙りますかね。よいしょ、お、マグロマグロもいいっすねよいしょ、お、インバウンドなんか話題になってますよね。まあ、うちのとこはほぼほぼ外国の方はいらっしゃらないんで、まあ近くに住んでいらっしゃるブラジルの方々とかはいらっしゃいますけど、まあごくごく稀に外国の方いらっしゃるかなっていうぐらいですね。まあそういう観光地とかね、東京とかそういう場所の方はきっとね、外国の方がいっぱいいらっしゃっていいんじゃないかなってとこなんですけどね。よいしょ、こちらカマスでございますね。千葉のカマスでございます。よしよしよしよ、あれです、テレビ取材来ませんかテレビ取材来ませんねなんかちょいちょいうちのこっちの地域に来たりもするんですけど、なんかいつもうちんとこはね、何の話も来ないんでスルーされてますねあ、近くのあそこまで来たんだみたいなとか結構ありますなんかね、来るコツとかがあるんですかね、ちょっとよくわかんないですけどね、はいよいしょ、お、あれです、 iPhone も新型よりも熟成した方がなんか値段的にもプログラム的にも成熟しているししてて安定してるかも、確かにそうかもしれないですよね、はい、よしよし、あ、滑ってペーパーぶん投げちゃいました、あー、濡れちゃった、ね、まあ乗り換えがうまくいかなかったら多分自分がなんかねよく分かってないせいだと思うんですけどね、はい、まあしょうがないからちょっとずつアプリとかダウンロードし直そうかなって考えてるところですけどね。よいしょ、お、あれです、職人と経営って相反しますねそうですね、まあね、本当そうですね、はいまあね、もうちょっとね入っていただければ、まあね、どうにかなるかと思うんですけどね、なかなかその辺が難しいとこですね。お、あれです、エイさん、おはようございます、配信仕込みお疲れ様ですありがとうございますお疲れ様でございます。よいしょ、こちらね、カマスでございますね。よいしょ、お、あれです、携帯も熟成ってことかそうですねね、いやいや、ちょっとね、値段落ちてからのがいいかなって思っちゃいますよね。よし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 、お、あれです、千葉まだ結構魚取れるんですね。あ、まあそうですね、千葉はね、かなり魚ね取れますよ。よしよ、まあ半島のになってる県でございますのでね、その内側は東京湾で、まあ栄養価が高くて内湾で、で外側のね、九十九里とかはまあ栄養とかはまあそこまででもないんですけども、やっぱりね、こう外海なんでいろんな魚がね、こう行き交ってるって感じですよね。まあ最近ね、千葉の海にもサンゴ礁がね、あの定着し始めたっていう、まあニュースでもやってたんですけど、南の方はね、普通にサンゴが越冬したってことでね、そのうちサンゴ礁がね、千葉県にもできるんじゃないでしょうかねすごいっすよね。そんなんでね、南の方のお魚とかも結構ね入ってきてたりするわけなんですよね。よいしょ、まあ昔から南の魚は千葉にはねいたんですけどね。よいし
死滅回遊魚なんて言ったりしてね、あの暖かい方のお魚が海流に乗ってくるんですよね。で冬になると寒くてね、やられちゃうみたいな、そういう感じになるんで夏の間だけいるみたいな感じのがあったりするんですけどね。まあそういうのがね越冬できるようになっちゃうかもしれませんね。よいしょ。あれです、おはようございます、おはようございます、お邪魔しますいらしていただきありがとうございます。よいしょ。今ねカマスさばいております。よしよしよしよ、カマスでした。なんか立山あたりまで行くとかなり透明度も高いって話はよく聞きますけどもね。はい、タチウオでございますね。よいしょよいしょ。お、あれです、立派だありがとうございますですね。よいしょ。お、あれです、キンキボーイそうですねキンキのねちっちゃいやつをね熟成してるんですけどね、注文入ったらねさばいて炙ろうかなって思ってますね。よいしょよいしょ。ちょっとね、今回ねタイトルはね、よいしょ、アニサキスとサンマってことにしといたんですけどね、サンマのお刺身がおすすめってことにしといたんですよね。よいしょまあサンマがねかなり入るようになってきまして、よいしょね、なんかねニュースとかね、まあ動画とかだと結構ねサンマの刺身だとかねなめろうだとかねおすすめですよって言ってる方がねかなりいらっしゃってて、いやサンマ刺身で今の時代に食べんのっていう風にねびっくりしてね、一応タイトルにしといたんですけどね。よいしょ、ポイッと。まあ今のサンマはですね、まあねアニサキス自体がめちゃめちゃいるっていうのもまあさることながら、よいしょ、まだまだね鮮度がね良くないんですよね。まあたまに言ってますけども、よいしょ、サンマはどんどんね寒くなるごとに陸地に近づいてきまして、よいしょ、お、タチウオの木は化粧品にも使われるんで変色しないと思います。へー、そうなんですねそれは知らなかったですよいしょ、まだいいっすね。まあサンマがねその寒くなってくるとどんどん陸地側に寄ってくるということで、まだまだかなり外のね外海の方にいるので、まあその脂が乗ってないっていうのもあるんですけど鮮度がね良くないんですよね。まあそこが結構ねネックだと自分は思っておりまして、やっぱりその遠くまで船で行ってサンマをね取ってくるのでかなりね古くなっちゃってるんですよね、すでにこの市場に並ぶ時点でね。だからまあ漁師さんがおすすめっていうのはまあまだ分かりますけれども、よいしょ、一般の方がねおすすめですよって言っちゃうと結構ね、いや生で食えんのかなっていうレベルだったりするわけなんですけどね。魚をねやるんでね、なかなか脂がこびりついちゃって、よいしょ、洗い物がね大変っていうことになっておりますね。よいしょよいしょと、よいしょ、お、ありがとうございます。サンマ生で食べるのはいつ頃ですかね。そうですね、よいしょまあ本当に気温が下がってこないと油は乗ってこないと思うんですよね。まあなんでまあそもそも厳しいかもしれないんですけどね、油自体はね。だからまだまだまだっていう感じですね。冬みたいになってまだ取れてればその時期はいいと思うんですけどね。まあただただその問題はそのね鮮度が良くなったらいいのかっていうとそうでもないっていうところが問題でございましてね。よいしょ、アニサキスちゃんがね、よいしょ、まあネットとかねだとね気をつけてやってくださいねみたいな感じで書いてあるんですけど、気をつけてでねどうにかできれば問題なの、苦労はしないよって感じがあると思うんですけどね。はい、おあれです、水族館とか行ったらやっぱりあの魚うまそうだなとか考えちゃいますか。ああ、水族館はまあそうですね、一応種類的にはだいたい全部水族館にいるぐらいだったらわかるんですけど、
まあ、あんまりうまそうだなは思わないですかね。はい、水族館ってどうしてもあのシステム上といいますかね、 あんまり太らせないんですよね。まあ、たまにねめっちゃ餌あげてる水族館とかもありますけど、いっぱい餌あげると餌代もかかりますし、太らせちゃうと成長しちゃうんでどんどん魚大きくなってっちゃうんですよね。はい、それなんで今の状態を維持したいみたいな感じで、まあ、運営されてる場合が多いので、あんまりねそのお腹満パンですみたいな感じにはしないんですよね。まあ、ただ腹ペコにしちゃうと魚食べちゃったりするんで、腹ペコにはなるべくしないようにしてるみたいですけどね。まあ、最近なんかちょいちょいね水族館でね魚食べちゃったみたいな動画とかね出てきてますけどねよいしょ。あれです、サンマの頭の後ろの胸が盛り上がるほど太ったサンマが食べたい全くですね。ねえ、そこまでね今年行けばいいですけどね。よいしょ、行くかどうかといったところでございましょうかね。よいしょ、おあれです、おはようございます、おはようございます、いらしていただきありがとうございます。お糸売り台ですね、はい、糸売り台ね、さばいておりますあ、そうですね、言ってなかったかな失礼しました。おあれです、今日は糸売りですか、はい、糸売りでございますね。今日大分のね糸売りでございますね。大分のやつね、かなりね身が締まってて美味しいですね。まあ、普通の糸売りって結構身が柔らかいんですけどね、大分のやつはね、よいしょ、すごい身が締まっててなんか別のお魚みたいな感じが結構しますよね。よいしょ、あれです、サンマもお酢で締めたらどうですかそうですね、まあ相性はそんなに良くないとは思うんですけど、お酢との相性はね、はい、まあまずくなるっていうのはないと思うんですけど、まあ、はい、ただもうそもそもの身の鮮度が落ちてるとかそういう話なんで、まあその辺がどうかなっていうところですね。まああとね、寄生虫ね、アニサキスとかはオスとかあんま関係ないんで、よいしょ、そもそも内臓にいる子なんで、酸性とかね、そういうpH値の違いには強いっていうのがあるんですよね。よいしょ、よいしょ、あれです、今の時期何がおすすめですか、イワシとかですかね。あ、イワシですかね。イワシは北海道で上がってまして、まあイワシにしては結構いいお値段なんですよね。北海道のイワシって大きいんで、よいしょ、なんでまあ、あれ、それはそれで、まあ、ほん結構脂は乗ってますけどね。はい、まあ今そうですね、時期で言うとやっぱりアジが最近美味しいですかね。アジ美味しいですね。前ね、ちょっと前だとカツオって言ってたんですけど、カツオがねどうもね今度はね北に行き過ぎちゃってるみたいでして、北海道とかねあっちの方まで油乗ってるカツオが行ってるみたいなんですよね。それなんで宮城とかでいっぱい取れてるんですけど、なんだかね物がね逆に悪くなってきちゃったんですよね。はい、なのでちょっとねもう本当にちょっとずつでね、1週間ごととかで本当に魚のあれが違うんで、なかなかね今は何が美味しいって難しいんですけどね。よいしょ、おあれです、チャンネル登録高評価まだの方よければお願いしますありがとうございますありがとうございますぜひぜひよろしければといったところでございます。よいしょ、糸よりでございましたと。まあ国産ではないですけどね、国産松茸とかはね目ん玉飛び出るぐらい高いですからねそんなの使えないよっていう感じなんですけどね、はい、おあれです、アジのなめろもいいですねいいですね、なめろいいですよね。逆にご自宅とかで作る方がいいかもしれないですよね、あれはね本当にね。まあうちでもやったりするんですけど結構ね身を使うんですよね。それなんでね、なかなかねなめろうっていうとそんなに高くないみたいなイメージがあると思うんですけど、うちのアジでやったりするとそうですね、まあ1匹分とか使ったりすることになるんで、そうするとお寿司にすると6貫分とか使っちゃうんでね、特注で作るとね6貫でね、よいしょ、
なめろう3000円ですっていうのもね、なかなか難しいみたいな話になっちゃいますからね。なめろう一皿3000円みたいになっちゃうと、お客さんもおうってなっちゃいますからね。そうなるとやっぱりご自宅とかで楽しまれるものなのかなとか、まあ、あとは味ね、なめろう用で安い味とかを買えば全然ねいいんですけどね。糸よりも塩振っときます。安い味とか残った味でなめろうを作る分にはいいんですけどね。今回ちょっと魚絞りすぎたかな。よし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 。こちらがねカンパチですね。福岡のカンパチです。お、あれです、もうすぐ立ち寄る時期って聞きました、釣りの話。そうですね、なんかかなり上がってるみたいですし、よいしょ、市場にも結構入ってきてますね。はい、よいしょ。今回もね、あの太刀魚をやりましたんでね、結構入ってきてて、まあ物もいいですかね。ちっちゃいのから大きなのまで入ってますね。よいしょ。お、あれです、香り松茸、味しめじと言いますが、どうなんですかね、松茸食べたことないので。そうですね、まあ自分もさ、国産なんて最近ほとんど食べてないんですけども、まあそうですね、確かに別に味が美味しいもんではないんですよね。それなんで、まあ香りを楽しませるみたいなお料理にしますね。まあうちだと炙って醤油とかつけて召し上がっていただくやつとか、あとはまあ、ただ炙りだと結構ね、砂利というか砂といいますか、あれがねどうしても残りがちになっちゃうんで、松茸、まあ、丸洗いするわけにもいかないんでね。なんでうちだとやっぱりしゃぶしゃぶがおすすめですかね。うちの特製のだしでしゃぶしゃぶしてもらって、まあ、そのだしの香りとうまみと松茸の香りを楽しむって感じですかね。あれはねかなり好評ですね。そろそろやってもいいかなとも思うんですけど、暑いんですよね。まだ暑いんでね、どうなんだろうなって思ってるところでございますけれどもね。よいしょ。お、ありがとうございます。お塩。おはようございます、おはようございます。さっきはこの城がたくさん釣れたのですが、おすすめ食べ方を教えてください。おお、そうなんですね。まあ、この城はやっぱりスジメが美味しいですけどね。はい。ちょっと大きめのおやつって感じですかね。そうなりますとね、やっぱりね、まあ普通の小肌と違って、あれですね、締めサバみたいな感じで、まあちょっと強めにね、締めてあげると美味しいですね。で、大きいと骨もちょっと強いと思うんで、まあ骨強いところは抜いてあげたり、あとは締めた後に切りつけるときにね、皮目もちょっと強いんで、薄く切ってあげるといいですね。薄く切りつけてあげると皮のところもちょっとだけになりますし、骨もねこう切れて骨切りみたいな感じになったりするので、そんな感じでね強めに締めて薄く切って召し上がっていただくっていうのはね結構おすすめでございますね。もしよろしければ、まあ、チャレンジしていただけたらと思いますね。シマアジですね、愛媛のシマアジです。よいしょ。まああれなんですよね、この城は結構大きさによって締め具合が変わってくるんで、そのね違いっていうのを分かるようになると美味しくできるようになるって感じですかね。よいしょ。お、あれです、あまり放送見える気がないです、もういっぱいしてしまって申し訳ないですが、お坊ちゃんお使いにならないのですか、あと砥石は荒中仕上げと何番の使いか教えていただければ嬉しいです。ありがとうございます。そうですね、まあ、基本はこの牛刀でやってますね。まあ、牛刀しなるので、その魚の曲線に合わせて刃をしならせてね、骨と身の間に滑らせるっていうね、包丁を入れて身を外してあげるみたいな感じでやっております。骨硬いやつとかさばくときはね使ったりするんですけどね、最近だとアメリカナマズとかね。そうですね、砥石はですね、まあ、荒砥は適当な置いてあった荒砥を使ってるんですけど、まあ、ほとんど使わないんでね、まあ、荒用の包丁とか研ぐ時ぐらいしか使わないので適当なんですけど、仕上げは、まあ、荒砥と仕上げぐらいしかほぼほぼ使わないんですけど、仕上げは確か8000番だったと思いますね。はい、ちょいちょい包丁研いでる時とかにも言ってるんですけど、まあ、昔に買ったやつなんで、
もう盤面も消えちゃって正確には何番かわからないってところなんですけどね、はい、おそらく8000だったかなとかって思ってるんですけどね、はい、よいしょ。お、あれです。こんばんは。こんにちは。おはようございます。でございます。よっしゃ、出していただきありがとうございます。よいしょ、糸よりね、置いておきます。お、あれです。柔らかい包丁、刃付けがコツというか、研ぎが難しいイメージです。ああ、そうですかね。けどあのこのモリブデンバナジウムは結構歯もね結構簡単につきますね、はい、まあ自分はずっと研いでるからってことかもしれないですけど、はい、結構そうですね、切れるようにはなるかなって思ってますね。まああとはね自分の柳でよく使ってるあのブライトシリーズもとってもよく切れる包丁なんですけど、まああっちはね結構硬いんでおそらく牛刀とかもあると思うんですけど硬そうな気がしますね。あっちは焼き入れ温度が高温のステンレスってやつでして1050度だったかな、なんかそんなような感じでやってるやつなんですよね。糸よりでした。まあ、それなんで硬くてよく切れるってやつなんですけど多分硬いんで牛刀とか多分自分の言ってるような使い方は難しいかもしれませんね。よいしょよいしょ。おあれです、アジは乾燥させないんですか。アジはあれですね、風にはあの水分は抜くんですけど冷蔵庫とかの風には当てないようにしますね。カマスです。アジとか光物の、まあいわゆるね足が速いなんて言われるやつは酸素空気とね反応するのがとっても早いんで風に当てちゃうとねすぐ古い香りが出てきちゃうんですよね。で古い香りが出るとねやっぱりねこう食べた時の印象がなんか 古いみたいな感じでちょっとねなんていうんですかねこうめっちゃ新鮮みたいな感じがなくなっちゃうので自分はねあんまり風に当てないようにしてラップしてペーパーでね水分を調節してあげるって感じにしております。よいしょと。おあれです、なるほど。ありがとうございます。確かに長い包丁の方が使いやすいですよね。個人的には8寸ほど欲しいんですが高いんで6寸のデバで巻いちゃってます。おお、そうですね、デバ長いですね。しょ、冷凍された魚も切るんで重さも長さもデバ自分の包丁仕事に重要で言うと買ったら切り身やサブ専門で使いたい。なるほどです。あ、そうですよね、力使う方とかだとね包丁軽いと余計力使っちゃったりとかしますからね大変になっちゃいますもんね。なるほどでございます。しょ、ありがとうございます。お、あれです。男性はアジフライ好きな人多いですね。まあアジフライ美味しいですよね。でしょ。フライね、なかなか自分作らないんでね、本当にたまに外で食うと、いや美味しいなって思いますよね。よいしょ。よいしょ。お、あれです。人よりも塩振ってから5分ぐらい置いてから炙るんですか。そうですね。そうですね、まあ基本的には魚お塩振って炙るときはお塩振ってあの水分が浮いてくるまで待つって感じですかね。こうねあの、まあ、塩が水を吸うんで塩振ったところが水滴みたいになってくるんですよね。それで、まあ、ある程度塩あ水を浮かせてから炙んないとあの炙った後にねめっちゃね水浮いてきちゃうんですよね。そうするとねかえってその後で品質がちょっと悪くなっちゃうんである程度最初に水をね浮かせてからやったりするといいですね。あとはその炙った面を下にして置いとくとかするとそっち塩振ってあるんでねそっちから出た水分が真下に落ちていくのでねたまにめっちゃね水がね溜まってたりとかしますね。お、あれです、アジはそのまま骨抜いて使うんですか。そうですね、アジはこれでお腹の骨取って骨抜いてやりますね。よいしょ。まあやっぱさっきのと同様にね皮は引いちゃうとあの香りが変わってっちゃうので皮付きのまま置いといて使う、そうですね、使う時に皮を引いて切りつけていくっていうような感じでうちは使っております。よしよしよし。お、ゼーゴ。そうですね、うちはねゼーゴねつけっぱなんですよね。ゼーゴ取っちゃうとそこの部分が外れちゃうんで、まあ、そこから酸化が進んじゃうんでね
お米スイッチ入れていきます。お待たせしましたーと。よし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 。お、あれです。足が速い魚は冷蔵庫から走って逃げないように最近の若い子は素直に表層が速いと思うよなるほど、表現があれですかね、難しいですよ。確かに確かに失礼いたしました。塩加減も難しいのですね。そうですね、そうですね。あんまりやりすぎちゃってもね、しょっぱくなっちゃったりとか、その水抜きすぎちゃっても今度はね、旨味抜けちゃうとかもいろいろあるんで、まあ、その辺もね、いい塩梅ってやつですかね。まあこういろいろやっていって味見してこう身につけていくみたいな感じですよね。なかなか分量とかってのは難しいところですけどね。よいしょ。おっと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 、危ない危ない。お、あれです、皮面のみ塩振るのですか、身には塩振らないですか。そうですね、炙るときは皮側に振ってますねまあこうやってあの皮を引いちゃうときは身側に逆に振りますね。まあ自分はそうしてますね。あの炙るときに皮に振るのはあれなんですよね、あの火加減の調節のっていう面もありましてね。まあお塩お塩って言うんですけど、お塩もね、まあ難しく言うと何でしたっけ、 NaCl っつって塩化ナトリウムってやつでございまして、まあ要するに金属なんですよね。金属なんで、お塩が振ってあるとそこの部分の方が温度が上がりやすくなるんですよね。よいしょ。それなんで皮の方にお塩を振ると皮の方の温度が上がりやすくなって、よいしょ、まあ、身に火が入る前に皮だけちゃんと火が入るみたいなような追加効果もねございますね。はい。よいしょ。お、あれです、サバですか、アジでございますねありがとうございます。お、アジですか、そうですね、アジ人生で初めて食べたのは30代になってからです。お、そうなんですね、そうなんですね、なるほどなるほど。なんかアジは結構子供の頃から普通に食べてるイメージがありましたけども、はい、まあ人によってあれですよね。よしよしよし。お、あれです、炎色反応ですねまあそんな感じですね、はい、金属的なやつなんでね、金属イオンなんて言ったりとかしますしたりもしますけれどもね。よいしょ、はい、金属の方がね温まりやすいですからね。よいしょ。それのね温まりやすさを利用して皮だけパリパリにするみたいな、そんな感じでございますね。お、あれです、おはようございますおはようございます、いらしていただきありがとうございます。よいしょ、アジでございましたと。なんか魚が高いのばっかりで、お会計仕入れのね値段はもう結構いっちゃったんで、おお結構いっちゃったなと思ってね止めたんですけど、よいしょ、種類がね少なかったですね。1匹ずつがちょっとお値段が高かったですかね。よいしょ。まあ今日はどうにかなると思うんで、足んなくなりそうだったら冷凍からちょっと引っ張り出していきますかね。よいしょ。お、ありがとうございます。お店のカウンター何人座るんですか、ランチも一人で営業するんですか。そうですね、ランチはね一人でやってますね。ディナーはバイトの子がまあ必ず一人は来るようにはしておりますね。誰もいないとねご迷惑かけちゃうんでね。よいしょ。まあうちのカウンターはあれですね、6名掛けって感じですかね。6人座れるようになってますね。まあ6人座るとちょっとねきついかなって感じがちょっとありますけどね。よいしょと、カマスでございました。あとそうですね、大変ですけどねまあね、特にやっぱりねジェネレーションといいますか世代が違いますからね。よいしょ、今の子たちでね、そこはねまあなかなか勉強勉強といったところでございますけれどもね。よっこいしょと、糸よりでございますね。今はうちはいくらだっけな、1100円ですかね。はい、なんか今度また最低時給が上がるとか言ってますよね。あれもう決まったんでしたっけちょっとまだ詳細調べてないんですけどねよいしょ、その辺もね見て変わったりするわけなんですけどね。よいしょ。お、ねじり鉢巻きして握るんですかねじり鉢巻きのところもありますよね。
自分が最初いたところはねじり鉢巻きだったかな、はい回転寿司でしたけどね、はい、うん、あ、お、ピスタチオは品質高いとみんな感謝してますよですね、はいみんな分かってくれてると思いますよいしょ、うん、うまみがあっていいですね。お、あれです、包丁かっこいいですねありがとうございます。この包丁はね、結構ねステンレスなんですけど、切れ味も良くてね、研ぎやすいんでね、かなりおすすめの包丁ですね。一応概要欄にもね貼ってありますけれども、あの新潟のブライトシリーズってやつですかね、はい、日本のメーカーさんですね。よいしょ、結構おすすめでございますね。よいしょ、お、あれです、一つ始末をしたいのですが、タコを大根で叩くと身が柔らかくなるじゃないですか。あれってなんで柔らかくなるんですかねあー、なんか言いますよね、はい、あれはあれじゃないですかね、あのタコの筋肉がしっかりしてて硬いので、その筋肉の繊維をこうなんかほぐしてあげるみたいな、そんな感じなんじゃないでしょうかね。よいしょ、まあ筋肉がこうしっかりくっついてるのをね叩いて外してあげるみたいな、そんなようなイメージなんだと思いますね。まあこういうのでもね潰れますからね、叩いたらねそんなような感じでバラバラにしてあげてるんじゃないでしょうか、おそらく、はいすいません。よいしょ、お、あれです、魚嫌いのバイト君の話を見ましたあ、そうですねそうですね、まあ最近多いですからね、はいね、なかなかね、まあ別にあの押し付けるつもりはないんですけど、好きになってくれたら面白いと思いますけどね。よいしょ、まあそういうのね言うとね、あの怒られちゃうんで別に言わないですけどね、はいただまかないで出すものがねなあんまないみたいなことがあってちょっと困っちゃうんですよね。よいしょ、じゃあね、マダイでございます、淡路の天然マダイです。よいしょ、お、あれです、バイト何人何時ぐらいですか、ですか、スペシャル決定だと思いますそうですねそれは間違いないですね、はい、まあ飲食店はねどこも大変だと思うんですけどね、はい、よいしょ、まあうちはまああれですかね、よいしょ、まあだいたい一人ですね、毎日ね、よいしょ、一人入れてるって感じですね。よっぽど大人数の宴会とか入ったら2人とか入るときも、まあ年にそうですね数回ありますけどね、はい、よいしょ、まあ大体高校生とかがメインなんでね、 3,4 時間ぐらい1日働いて終わりって感じですよね。よいしょ、なるべく人はね使わない方がいいと思うんですけどねお、テレビ洗濯機でタコ洗ってましたなんかそういう方もいらっしゃるみたいですよね、はいまあね、洗濯機は洗濯機でね、ちょっとね食べ物だからどうなのっていうのはねかなりありますけどね、はいかますてでございます。まあきっとタコ用の洗濯機なんだと思いますけどね。よいしょ、お、あれです、なるほどですね、あれ勉強になります。いえいえ、そんなそんなちょっとねあんまりタコ叩いたことないんで予想ですけどね、はい、すいませんよいしょ、お、あれです、ほぐす効果と日本料理では大根おろしにつけて、よいしょ、大根かつらむきに巻いて蒸し煮にします、小豆煮でもやるかなります。そうなんですねねえ、いろいろありますよね。よいしょ、なんか大根だと酵素とかもあるんですかね、もしかしたらね。お、まかない目的でバイトしたいですぜひぜひといったところですけどね、はいまあただ今はねちょうどね人満タンなんでね、ちょっとね雇っては特にいないんですけどねまあ今ねバイトのねなんか採用とかも結構大変みたいですからね、そのね、その募集にねお金かかるとかね、いろいろね話は聞きますけどね。まあうちは今までバイトさんの時給にねお金かけたことは一度もないんですけどねまだね、はい、8年ぐらい経ちましたけどまだ1円もかけてないですね。よいしょ、なんか Facebook とかうちの LINE とかね、なんかいろいろ告知するとなんだかんだ人が来てくれるっていうことがありまして、はい、今のところね1円も採用には使ってないっていうねことは珍しいかもしれないですね。なんか結構ね一人何十万かかるとかね言いますもんね。よいしょ、お、あれです、大根のコースですね、ああね、なんかそういうのもあるって話聞きますよね。よいしょ、お、アミラーゼなるほどですなんか昔やりましたねよいしょ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 、
お、あれです、親方独身なんですか。独身ではないですね、はい。一応ね、はい、いますけどもね、はい、よしよし。お、あれです、アワビなんかも大根で柔らかくします。あ、そうなんですね。アワビね、自分は煮ないですからね。たまにアワビ使うときはあるんですけど、うちだと煮ないで、あの踊り焼きにしちゃいますんでね、はい。踊り焼きもね、結構ね、あの人によって全然違うんですよね。まあアワビ焼くっていうね時にね、まあそういう踊り焼き的な感じで目の前で焼いてくれたりとか、鉄板焼きとかでもねアワビやったりしますけども、結構ねアワビ焼くの下手な人多いですよね。よいしょ。アワビってあのよくひっくり返して焼く方とか多いんですけど、アワビひっくり返して焼いちゃダメなんですよね。よいしょ。アワビはしっかり火を入れると硬くなっちゃうんで、アワビはしっかり火を入れないっていうのがね結構鉄則って感じなんですよね。よいしょ。まああれなんですよね、1100円なんで、あれなのかな、あのその辺のなんていうんですかね、有名的な企業さんとかよりは時給が高いってことに一応なるんですかね。なんか有名なとこの方が人気とかはあるんですけど、時給がその分ねちょっとねお安いみたいなところありますからね。まあマニュアル決まっててやることも決まってるからそっちの方がいいみたいな感じの子ももちろんねいらっしゃるみたいですけどね。お、あれです、バイト君に主にどんな作業内容があるんですか。そうですね、バイト君はですね、あの洗い物をですね、洗い物を頑張ってやるっていうのと、あとは自分の補助なんで細かいとこでなんかこれやっといてとか言って卵割ったりとか、なんかそういうのやったりとか、あとはあれですね、お酒作ったりしてますね、はい。やってる方はね気にならないですけどね、はい。よいしょ、味でございますね。お、あれです、ハイボールありますか。ハイボールありますよ。やっぱハイボールね最近すごい人気ですよね。ハイボールとかレモンサワーとか、まあうちはねあのお酒はよいしょ本当にまあ何でもあるっていうぐらいいろいろあるんで、日本酒、焼酎、ワイン、ウイスキー、果実酒系もありますしね、一応ねテキーラとかもありますね。テキーラハイボールとか結構さっぱりしてて美味しいんですけど、などなどつって結構ね何でもあるんで、本当にねまあお好きなものをね飲んでいただこうっていうスタイルでございますね。よいしょ。お、あれです、炙りだらけてますね。だらけました。よしよしよし。お、あれです、養蜂用途でいろいろ調理法変わりますね。そうですね、そうですね、養蜂ね、よいしょとかね、あとはそのねやっぱ魚のね特徴によってうちとかね結構変えてますからね。よいしょよいしょよいしょ。ね、炙った方が美味しいやつとか生のが美味しいとかねいろいろありますんでね。よいしょよいしょ。味で。お、あれです、確かアワビは海藻外生でしたっけ。そうですね、はい、海藻とか食べてる系ですね。まあ一応ね巻き貝的なやつなんでね、はい、若干巻いてるんですよね。よいしょ。うん、ちょっと香りが強いけど旨味があって脂もありますね、美味しいですね。よいしょよいしょ。お、あれです、やりきった充実感で帰ったのに。そうですよね、いや本当そうっすよね、はい。もうちょっとなんかね言い方ねないのっていうのとかはねありますよね、はい。頑張った方としてはね、はい、わかります。よいしょ。お、あれです、おすすめの包丁屋さんとかありますか。包丁屋さんはそうですね、自分が結構好きなのはあのかっぱ橋のあの蒲田ハト技者さんですね。よいしょ。あのカッパのマークじゃないですけど、カッパの緑色のねカッパが突っ立ってるお店なんですけどね、カッパ橋さんのね、カッパ橋のね、あそこはそのまあ名前の通りね、研ぎ屋さんから来てる包丁屋さんなんで、結構ねその最初もめちゃめちゃ切れるっていうのもありますし、あのなまあ多分なんですけどプライベートブランドかなんかよくわかんないですけど、そんなような感じで結構割と安くてよく切れる包丁置いてあるんですよね。それなんで自分そこの包丁ね結構何本か使ってますね、やっぱね、そこおすすめですよ、はい。よく切れて
まあ結構リーズナブルな包丁置いてあります。まあもちろん高いのも置いてありますけどね。はい、おあれです、こんにちは。調理法変えるのではなく、その魚を一番美味しく食べる調理法、好みもありますよねそうですね、もちろん好みもありますね、やっぱね。よいしょ、だ自分のね好みとね合うね板さんというかお店さんをね見つけていくっていうのもね楽しいところですよね。よいしょ、なかなか自分はちょっとなくて困ってますけどね、はいよいしょと。おあれです、お寿司に合う酒ってありますかね。ありますからねそうですね、まあ合うのもね結構難しいっちゃ難しいんですけどね。雰囲気に合うのだったらやっぱ日本酒なんですけど、よいしょ、お寿司に本当にね合うっていうとなかなか難しくて、日本酒やっぱりねお米とねお水で作ってますのでね、でお寿司もねお米と魚とかなんで、まあ刺身だったら全然日本酒でいいと思うんですけど、お寿司だとね日本酒がねこうまあ最後のとこで合わないみたいなところもちょっとあるかなって思ってまして、まあ自分は最近は割とワイン派ですけどね。はい、ワインだとねお米とかも関係ないんで、まあ意外とお寿司もいいなってところがありますね。よし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 、おあれです、シャリ合わせの時砂糖を使用する酢はどんな種類ですかシャリの割合はどんな感じなんですかそうですね、うちはあれですね、赤酢っていうのを使ってますね。酒粕を発酵させて作るお酢でございましてね、まあいわゆる今の現代の握り寿司の起源になってるって言われてるお酢ですね。そのお酢が大量に江戸時代に作られるようになったんで、お寿司それを使うんでお寿司ができたっていうねお話がね有名ですけどね。味でした。包丁はあれですね、それを1本ずつ持ってね確かめて買われるのがおすすめですね。持ってみた感触でこう自分に合う合わないとかもかなりありますので、よいしょ、まあネットとかでもね包丁買えるんですけど、まあ、自分のおすすめはやっぱり包丁屋さんに行ってこう持ってねこれどうかなって確かめるのがいいと思いますね。よいしょ、ネギです。おあれです、九州は琉球にして食べます。おお何でしたっけ、聞いたことあるんですけどねありがとうございますよいしょ、おあれです、シャリを炊くときに何章炊くんですか。いやね、何章もね炊くようになりたいですねうちはもうねあれですねそんなに忙しくないんで、よいしょ、まあ一生も炊かないっていうような感じのぐらいですけどね。はい、忙しくても一生炊かないぐらいですねね、何章もね炊くようなお寿司屋さんにねなりたいですね頑張ります。おあれです、赤酢もいろいろなメーカーありまして手に入りませんか。赤酢一種のみ、お酢はそうですね、赤酢ブレンドしてるところが多いんで、赤酢 100% でやってるとこだとうちは結構ね、まあ、日本で一番安いお寿司屋さんだと思うんですよね。だいたい赤酢使い始めるので1人1万円以上とかなん でそれでそこからまあブレンドしてるところがほぼほぼみたいな感じなのでね。よいしょ、なので日本で一番安い赤酢 100% のお店ということでね宣伝していただけたらなって思うわけなんですけどね。よいしょ、おあれです、お酒は何でも合いそうあれです、おはぎや羊羹で酒飲んでた人がいたなるほどなんか甘いのね飲む方もいらっしゃいますよね。自分は甘いの好きですけど、さすがにお酒だとねちょっとどうかなと思いますけどね。はい、先日は山梨にキャンプ行ってきたんで、よいしょ、まあなんか毎年ほうとう食べて帰るんですけど、なんか小豆ほうとうとか言って書いてあってなんか気になっちゃって頼んだら、なんか本当にねなんかあんこ溶かしただけみたいな感じでしてまあ別に甘くていいんだけど料理としては点数低いなみたいな感じにねちょっとなりましたね。はい、ハズレ引いちゃったよみたいな感じでしたね。よいしょお、あれです。おかすいません。琉球は大分の地方近辺の。あ、気をつけて。ああ、なるほど。営業が保証しておきですね。ごまの風味が心地いいですね。なるほど。それでしたか。ありがとうございます。お、あれです。ネギ屋さんネギ。はい、ネギね、切りますね。これ、白ネギの、普通の長ネギの白い部分なんで、イワシにつけてますね。握りだとイワシだけですかね。
イワシはねちょっと香りが強いんで万能ネギ系を使う方も多いんですけれども、うちだとやっぱりその強い香りと合わせてあげるのにこっちのね白ネギのところをね使いますね。こっちの方がやっぱネギ感が強いんでイワシにはこっちが合うかなって自分は思ってますけどね。お、あらです、おはようございます、おはようございます、いらしていただきありがとうございます。魚さばいて今ねネギを切っております。ネギ用のネギではないんですけどね、はい、よいしょ。お、あらです、何章もたくと過労で倒れないか心配ですそうですね、確かに確かに、それはね一人で握ったらもうそうですよね、はい、今んとこ一人で握ってますからね、確かに確かに、何章も炊いちゃったら大変ですねまあ忙しいのは忙しいのでね楽しいと思いますけどね、はい。お、あれです、どこのメーカーの赤砂ですか。ヨヘイ、ヨヘイはねあの前最初ヨヘイだったんですけど、あの値段がね3倍ぐらいに高くなっちゃったんですよね。赤酢人気とかいろいろありましてね、赤酢はだいたい3年熟成とか3年以上熟成とかが多いんで、あのウイスキーみたいにね急にいっぱい増やすことができないみたいなことがあって値段がねめちゃめちゃ上がっちゃって、それでちょっとねこの値段だと使えないなーってなって別のメーカーさんのやつを今ね使ってますね何だったかなちょうどあったんであれですけど内堀さんですかね、はい使ってますね。よしよし、あれです、かぼちゃほうとうとかもありますね。そうですね、無難に普通のねかぼちゃほうとうにすればよかったかなって思いましたけどねなんか一緒に行った人たちにはねそれ食えんのみたいな感じでちょっとドン引きされましたけど、まあ普通に食いましたけどね、はい普通に食ってまあ一緒のよいしょ残った普通のほうとうも食べたみたいなね感じでしたけどね。お、あれです、シャリの割合の動画お願いしますまあシャリのね割合とかは結構あのネットにいろんなレシピが転がってますのでね、それをね試していただくとね、試していただいてまあ自分のねその合うように改良していただくみたいな感じが結構ねいいかなって思いますね。まあうちはお酢と塩と砂糖とみりんですね、であとは旨味とか風味付けに昆布を使っております。結構ね作ってみると、まあ、レシピによってね自分に合う合わないとかいろいろありますので、あとはねちょっとね練りが甘いなっていうレシピとかもあるんで、ぜひぜひねいろいろ試していただけたらなと思います。お、あれです、白ネギ洗わずに白ですのですか。あ、洗ってますよ洗ってあの外側も剥いてって感じですね、はいはい、よいしょ、一応これ洗って下にして保存しておきましたんで大丈夫ですよいしょ、洗ってしまってありまして、よいしょ、それをね外側だけ、結構ね外側ねちょっとね古くなってたりするんで一枚剥いて使うって感じでうちはやっております。よいしょよいしょよいしょ、お、あらです、おはねぎですおはようございます、いらしていただきありがとうございます。ネギ切っております。よいしょ、お、あれです、自分はかぼちゃ大好物なんですが、かぼちゃ天さつまいも天でご飯食べれないなるほどじゃあやっぱ甘いですからねちょっとね甘いとね確かにそうですよね。自分まあ今一応天ぷらだったら自分はいけますかね。昔はあのご飯にあのあんこ乗せて食べたりしてましたね。ばあちゃん家とか行くとねあんこご飯に乗せてっつってね食べたりしてました。懐かしいですね。しょ、お、あれです、みりんもアルコール飛ばしたもんですか。あー、寿司酢に合わせるときは飛ばさないですね、はい、寿司酢に合わせるときはそのまま入れちゃいますね。その後で結構まあ赤酢なんでその砂糖とかね溶かすのは結構大変なんですよね。なかなか溶けなくて、そうですね、鍋で火にかけて普通のお酢だと割とすぐ溶けるんですけど、赤酢はやっぱり色ついてるからその分いろんなものが入ってるんですかね、砂糖とか塩溶けにくくて、まあだいたい3回4回ぐらいはあの何ていうんですかね、こうゆっくり加熱してって沸騰手前で止めてっていうのを3回か4回ぐらいで繰り返して溶かすんで、まあその間にアルコールもだいたい飛ぶんで、はい、まあ
よいしょ。煮切ったりはしないで使うって感じですね。お、あれです。一皮剥く人少ないですよね。ああ、そうかもしれないですね。そのまま使っちゃう方が多そうなイメージありますけどね。よいしょ。なんかやっぱ見てるとね、外側はね結構くたびれてる感があるんで、自分はねちょっと一枚ね剥いちゃいますけれどもね。よし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 。おネギでございましたと。よいしょよいしょ。でまあね、切りたてですよみたいな感じで使われるお寿司屋さんもあるんですけども、まあうちの場合はやっぱりね、薬味香り強すぎると、いやネギ食ってんじゃないんですけどみたいになっちゃうんで水でね2回ぐらいさらしてあげますね。お、あれです、玉井さんの仕事で大変なことあればぜひ教えてください。大変なことどうですかね。まあまあね、飲食店はみんな大変だと思いますけどね。まあうちはあの個人でやってるんで、やっぱお客さんがいらっしゃらないのが一番大変ですかね。昨日みたいにね、まあ一人一名様いらしていただけたんでよかったなって感じですけど、お客さん来ないともう、ああ本当どうしようもねみたいな感じになっちゃいますからね。おネギでーす。もしよろしければね、他の動画とかもね見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。またご都合合いましたらぜひよろしくお願いいたします。では失礼いたします。よいしょ。